やっと着いた。やっと食べれるかんちゃんけじゃん。韓国一人旅、今回はグルメ編ということで、アングランコッケランソウルというカンジャンケジャンのお店、有名なところに行ってきました。はい、私が頼んだのはカンジャンケジャン一人前と、あとはタコのこの踊り食いができるやつを頼んだんですけど、他にこの付け合わせみたいなのがたくさん来たので、もう本当にお腹いっぱいになりました。あー、もう美味しかったね。カンジャンケジャンのこのカニのお味噌にご飯混ぜて食べるのも最高に良かったですし、あともう味噌たっぷり、身もプリプリで、味もすっごいしょっぱいっていうわけじゃなくて、ちょうどいい塩気加減だったので、そのままでもいいし、ご飯この後食べるにも合うしで最高でした。で、やっとずっと食べたかったこのタコさんも食べれて、口の中にこの若干吸盤がくっつく感じが何とも言えなかったです。ごま油で食べるので、こっちの方がいっぱいつけちゃうとちょっとしょっぱいかなっていう感じでした。それでも一人で黙々とこのケランチムだっけ、付け合わせ も含めて一人爆食いしてました。ここは、一人でも入れるし、この全部テーブル席なので車椅子でも入れます。で、だいたい4時くらいまでやってるのかな、だからちょうど昼時ピーク過ぎた後に入ったので人が全然いませんでした。めっちゃ貸し切り状態。従業員さんがご飯食べてる横で一人でパーティー。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいよ。2日目の朝食はタミガユっていうのかな、ミョンドンにあるアワビガユのお店です。スロープ入り口にチロッとあるので段差も大丈夫だったし、エレベーターがあるので4階に入ります。ただ席の間隔がちょっと狭いので車椅子入れるけどちょっと大変です。で、一人で入って結構混んでました。10時半くらいに行ったら混んでたけど、私が食べ終わる頃はもうガラガラでした。で、アワビがゆ頼んだんだけど、今この食べてるキムチのチヂミをお店の店長さんみたいなお父さんがサービスだよって言って1枚出してくれましたが、これ一人で食べたらもうお腹いっぱいになるわけですよ。まあでも食べないとお粥が出てこないなっていう空気感がすごかったので、頑張って完食しました。で、その後にアワビがゆ出てきました。もう念願ずーっとアワビがゆっていうのを食べたかったから本当に嬉しかった。でも結構量あった、本当に量あって、もう一発目にこれ食べたかったのに本当にもうお腹いっぱいの状態で食べました。で、日本のおかゆよりやっぱ少し独特の、なんて言うんだろうね、木の実類というか香草類というか独特な味が、香りとかがありました。で、このおかゆはアワビも入ってるし松茸も入ってる、だからその独特な香りがもしかしたら松茸なのかなっていう感じ。個人的にはもうちょっと塩味が強い方が好きだなっていうのがありましたけど、朝ごはんにはちょうどいい。他の人たちはこれと、あとはミョンドン餃子とかがこう流行ってたから、天津類を他の人たちはみんなで分け合ってたけど、こういう時にやっぱり一人飯って食べられる量が限られちゃうから、選択肢がなんかこう少ないのは残念かなと思いましたけど、こちらもおすすめです。やってきました、カンジャン市場。さて何を食べようか。市場です。有名なふわふわのお菓子を食べに来ました。並んでるけどめっちゃ回転が速い。はい、買ったよ。シナモンがちょっと効いてて、あれシナモン苦手だけど美味しい。うん、これ
ふわふわで、めちゃくちゃ美味しい。カンジャンシジャンの一番メイン通りはやっぱりこれくらい人がいます。これまだもしかしたら少ないのか多いのかちょっとわからないけど、左側の細い道はもっと人が混んでたので、車椅子だとこの道しか通れないかなというふうに思いました。でさっきのシナモンのなんかパンのところは入り口の方と奥の方2箇所あったんだけど、入り口の多分よくみんなが来て一番目に入るところが超絶並んでたから、奥の方真ん中まで行くともう1店舗空いてるのでそっちの方がおすすめです。次このエビ餃子を食べました。お店の中でも食べれるっぽいしお持ち帰りもできるんだけど、なんか店の横にテーブルがあってそこで食べていいよって言われたんで中に入ることなくここで食べました。もう本当にエビプリプリで美味しかったです。結構皆さん屋台で食べたいっていう声も車椅子の人あったんですけど、テーブルが全部長椅子系だったからちょっと車椅子の人は多分難しい、だからテイクアウトして少し端っこの方で食べれるものだったら食べれるかなっていう感じです。まあ、私以外にも電動の車椅子の方とかもいらっしゃったので、そんなになんかまあ気にすることなくカンジャンシジャン楽しめると思います。はい、最後の晩餐ということでチキンを食べたいなって思ってホテルの近くに一応評価がいいチキン屋さんがあったのでそちらに今向かってます。結構ホテルの周り意外となんかいいお店いっぱいあったんだなって今知りました。アクセスもいいしすごい穴場な場所なんだ。2日目の夜最後パルムチキンというところにホテル近かったので行ってきました。こちらは58回あげるとまあ油を交換するっていう話だったんで21番目に揚げたチキンですよというふうに数字が書いてあります。で、まあ、量見てわかると思うんですけど1人前からの量がないので基本フードファイター状態に1人で行くとなります。周りのお客さんは2人でこの1ボール食べてたのに私1人だけもうフードファイター状態だったんだけど、もうザクザクカリカリザクザク中ジューシー熱々もう湯気出てるの見えるかな、本当に美味しかった。ただチキンのこの衣自体にはそんなに味がついてないので選べるヤンニョムチキンとかなんか醤油ベースのニンニク醤油ソースみたいななんか4種類くらいからソースを選べるのでそれでつけて食べるっていうのが、まあ、いい感じでしたね。まあ、店内でも食べれますけどテイクアウトもできます。で注文からあげるので少し待ちますけど本当に日本で、やってるテイクアウト系のチキン屋さんいろいろね都内だとあると思うんですけどそれよりも比じゃないくらい美味しかった。ミョンドンとかにはもっとチキンストリートって言ってあのチキン食べれるお店たくさんあると思いますけど、まあ、もう次の日帰るっていうのもあったからホテルの近くでゆっくり食べました。で結構私胃もたれする方なんですけど頑張って食べたけど次の日全然胃もたれしなかった。でもそれくらい油さっぱりしてるのかな、あとまああと21回目だったからかなみたいな。でここはあんまり日本語が通じないけど日本語メニューがあるので安心して注文ができます。ぜひ行ってみてください。韓国グルメ最後はジャージャー麺空港で食べました。麺もっちもちすっごい美味しかった。色濃くてしょっぱそうかなって食べたことない人思うと思うんですけどそんなことないです。何味って言われたら私もすごい難しいんだけど美味しかった、本当に美味しかった、食べてほしい。で韓国グルメまだまだ一人旅だと車椅子で特にね入れるお店っていうのはより限られてはくるけどそれでも
いろいろ楽しめることができました。友達で行けばもっともっと楽しめると思います。お店も、まあ、段差があるところだったりないところだったりまだまだあるけど、それでも結構入れるんじゃないかなというふうに思います。韓国グルメぜひ楽しんでください。一人で韓国2泊3日旅行。